日中のソシエダ会長さん、久保のリバプール移籍を完全否定。日本ツアーで来日中のソシエダのジョキン・アペリバイ会長が久保の移籍に関する報道陣の質問に、今移籍市場が動いているところでいろいろな噂が流れているが、久保はレアルソシエダで満足していると考えていると答え、リバプール側は契約解除金の満額支払いを用意しているという旨の報道について、そういった状況は一切ないし、そういった会話は一切出ていないと断言した。これで飛ばし確定かな？まあデリケートな交渉なので全てが終わるまで何も言えない。揉めてたり本人が公言してない限りクラブ側は交渉してても言わないのが起きて、だからまだわからないと思うよ。現状ソシエダには何の連絡も来てないってこと。まだガセだったと確定したわけじゃない。いずれは必ずビッグクラブに行く選手だからね。ソシエダもそれはわかってるし、久保はリバプールに移籍しますなんて言わないだろ。ソシエダの日本ツアーに久保がいなけりゃ意味ないから、あるならその後なんでしょ。移籍の交渉状況をペラペラ喋る会長なんていないだろ。契約解除金が設定されているということはソシエダと話する必要はないし、ソシエダとしてはこういう返答になるのは仕方ないよ。違約解除金出されたらソシエダにできることは何もない。あとはリバプールと久保の間で移籍はほぼ完結できちゃう。ロベルト・スクダがリバプール入りしてるのは間違いないし、帰国したら発表なんてこともあるかも。とはいえ明日になったら手のひらくるくるが移籍市場。まだまだわからないよ。